皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今回はモニターアームの新定番かと思ってしまうコフォの無重力モニターアームプロのご紹介です。こちらコフォさんからレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。モニターアームの利点はたくさんあると思うんですけども、姿勢を正すためにモニターを正しい位置にセッティングできるということに尽きると思います。今回コフォから発売されるモニターアーム無重力モニターアームプロは新定番になり得るんじゃないかなとも思っています。種類としてはシングルモニターとデュアルモニターの2種類、カラーはホワイトとブラックの2種類から選択できます。今回僕はホワイトのシングルモニター用を送ってもらいました。でまず値段からなんですけども、現在クラウドファンディングの幕開けで募集開始していますが、この時のお値段がシングルモニター用が 18,699 円で、デュアルモニター用が 27,999 円と、まあ、かなり手に入れやすい価格だと思っています。もっと手に入れやすい 20% オフとか 18% オフはすでに完売なのもうなずけます。ちなみにこの値段もですね、動画撮影時点なのでもしかしたらもう変わってるかもしれません。ということで早速見ていきましょう。この無重力モニターアームプロの機能を簡単に説明すると、設置が簡単、指1本で快適な位置決め操作、耐荷重 2.5kg から 14kg の安心感、そして見た目のデザインがおしゃれという感じでしょうか。で僕は今まで Amazon のオリジナルのモニターアームを使っていました。まあ、これはね、手に入れやすい価格と機能で定番だよねっていう感じで使っていました。で今回のコフォの無重力モニターアームプロを使ってみて、ちょっとね比較なんかも交えていこうと思います。まずは、パーツの確認ですね。僕はホワイトをチョイスしたんですけども、このホワイトね、いいですよね。触った感触はちょっと梨地を感じるサラサラという感じですね。でここにコフォのロゴになっています。このアームのジョイント部分はグリスが塗ってあるようで、直接触るとベタベタするので注意しましょう。フェスマウントには方向がありますので設置時に注意しましょう。フェスマウントとアームはワンタッチで装着可能なんですね。付属の工具には設置に必要なものが一式入っています。ケーブルマネージメント用のテープも付属しています。で設置していきましょう。最初にベースをデスクの天板に固定します。普通だとこのベースの下側にネジがあって、まあ、それを締め付けるんですが、コフォの無重力モニターアームプロは上から締め付けるという感じなんですよね。で設置もですね、基本的にアーム部分も上から設置していくという感じなんですよね。ベサマウント部分もベサマウントをモニターに設置しておいてからアームに上からかぶせるという、まあ、乗っけるという感じなので、めちゃくちゃ簡単だし、まあ、便利ですよね。ベサマウント部分は最初の設置ではグラグラするので、付属の六角レンチで締める必要があります。アームの上下部分の固定はアームの末端についているダイヤルを回すことで可能なんですよね。専用工具が必要ないのでこの辺りはね、嬉しいですよね。設置後のケーブルマネージメントもできるようになっています。ケーブルをアーム下に収納できるようになっているので、やっぱり通常仕様では見えない部分もおしゃれにすることで所有感が満たされるんじゃないでしょうか。いや素晴らしいですよね。このケーブル隠しできる本数ですけど、まあ、山カフェ調べでは3本から4本ぐらいが限界かなという感じではありました。ということで設置した感じを見ておきましょう。僕のモニターは32インチで、モニターのカラーは黒系ですね。まあ、ここにホワイトの無重力モニターアームプロを合わせているという感じです。で、ベサマウント部分がちょっとだけエモいと感じるのは僕だけでしょうか。モニターを動かすのは指1本とのことですが、まあ、僕は結構固めに調整しているので指1本でも可能ですけども、両手で軽く動かす感じで調整しています。
可動の範囲もね確認しておきましょう。高さ方向は一番下が、まあ、このぐらいですかね。僕のモニターだとこうモニターがデスクにつかないぐらいでしょうか。で高さは結構高くまで上がると思います。高さを上げておいて下向きにするなんていうね使い方もできるんじゃないかなと思いますね。もちろんですねピボットによる縦設置も可能ですね。こうやって見るとやっぱりね美しいデザインではないでしょうか。普段はモニターの背後に隠れてるんだけどちょっとした時に見え隠れするこのモニターアーム、なんかねエモいですよね。気になる点もありますのでシェアをしておきましょう。まずは台座部分の設置面積の狭さです。まあ、Amazon のモニターアームと比較しての話なので何とも言えないんですけども、この設置面積の狭さは見た目の美しさはアップしますが、その分設置強度が気になりますよね。カタログスペック上は 14kg まで大丈夫ということなので、まあ、あまりにも重すぎるモニターじゃなければ大丈夫だと思いますが、この辺は使っていく中で検証できればいいかなという感じですね。対応モニターのサイズが最大40インチということなんですが、ウルトラワイドモニターの場合はどうなのかというのはすいません、僕のモニターウルトラワイドじゃないので検証できていません。まあ、このあたりはね実際の利用者の意見を聞いてみたいところですね。ということでコフォの無重力モニターアームプロでした。幕開けで募集中ですので概要欄にリンクを貼っておきます。質問ありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。